写真拡大。ヤクルトで通算288本塁打をマークしたウラディミール・バレンティン外野手35が12月2日に公示される保留選手名簿から外れることになった。今後は自由契約となり、早速ソフトバンクが獲得に乗り出す意思を明らかにしたが、来季は日本人選手扱いとなるバレンティンはどこでプレーするのか。ついに字が来た。ソフトバンクの三笠杉彦 GM45 がバレンティンの獲得に乗り出すことを明言した。実績のある選手ですし、FA 権の取得に伴い外国人枠から外れるのも大きな魅力。名簿から外れるということであれば、興味を持って調査をしたいと思いますと話した。とはいえ、バレンティンの守備位置である左翼や DH はグラシアルやデスパイネラで埋まっている。獲得の意図はどこにあるのか。ポジション的には重なるが、この問いに球団フロントは、そりゃ競争ですよ、大いに競争してもらわないといけないと話した。今や打のキーマンでもあるグラシアルは、入団以来ポストシーズンを含めれば一塁二塁三塁左翼右翼をそつなく守っており、布陣は多岐にわたる。キャラが被るデスパイネの刺激にもなるだけでなく、内川松田戦のベテラン陣や中村晃らの主力まで巻き込んでのスタメン争いが展開されることになる。また CS や日本シリーズの打線爆発で忘れられがちだが、シーズン終盤にフルメンバーで沈黙したのも事実。最近は怪我人が多発しているが、以前には球団首脳がそれも見越した上でチーム編成をしないといけないとも話している。近年の強さの要因については大球団会長も、とにかくチーム内の競争が激しいからと話すところで、主力や主陣の中でも激しい競争原理が生まれればチームにとってのプラスは計り知れないというわけだ。シーズンで2年連続の V1 を喫していることも大きいが、高サイドの獲得への思いは強固だ。